クロスロードラボです。今日はですね、ちょっと、音楽機材とか、カメラのガジェットとか、そういうものじゃなくてですね、今日は照明、あんまり素人の方で照明を扱うっていうことはあまりないのかもしれないですけど、僕はお店でねライブとかをやってるので、照明が必要なんですね。なので興味を持ってもらえる人がほとんどいないんじゃないかなと思うんですけど、自分イベンターみたいなことを PA さんだったりとか、そういうの個人でやってる人とかもたまにいるので、そういう人たちが、参考になってくれたらなと思ってですね、もちろん僕なんてまだ全然素人なのでですね、試行錯誤してやってる最中なんですけど、この動画を見て自分なりのメモとして、動画を残していきたいなと思っています。はい、でまずですね、最初に自分の店の、環境をちょっと紹介したいなと思います。まず最初にこの左側のやつはアメリカン DJ っていう安い、照明メーカーですね。基本的には安いものがたくさん出てるんですけど、トリパー、メガトリパーっていう商品ですね。これはいくらぐらいかな ?8000 円か9000円ぐらいだったんですけど、LED ですね。で、その隣がですね、5P-HEX、アメリカン DJ ですね、の LED の照明です。これも1万5000円ぐらいですね。で、これが、2台ずつ、違いますね。メガトリパーはね、3台あります。で、5P-HEX が2台。こういう感じに。どこにつけようかちょっと迷ってる最中なので、今ちょっと試行錯誤してるので、これがこんな感じでついてます。それと床に1台置いてあります。で、ぐるーっと回って、これですね。これ今ちょっとついてますが、これは普通の電球を使った、照明ですね。これは、何十ワットだっけな。これは人を照らすための照明です。パーライト。今ちょっと光眩しいかもしれませんが、照らしてるこの2個、これが正面からセンターから当たってる2つですね。そしてぐるっと回って、これもパーライトですね。人を照らすための左右とセンターに、2つずつついてます。基本的にこれで、ライブをやってるんですが、今ちょっともうちょっと増やそうかなと思ってます。それはどういうことかというと、はい、今まではですね、こういう超光卓 DMX16C という卓でですね、今までの今紹介した卓を照明をですね調光しておりました。で、見てわかる通りこれ16チャンネルしかないんですね。フェーダーがね、ここからここまで16チャンネルですよね。で、16チャンネルをどう割り振っていたかというと、アメリカン DJ の 5P ですね。あれが2台ありましたね。あれ2台をここの6チャンネルで制御してました。赤、緑、ブルー、ホワイト、アンバー、UV。UV ライト、青っぽい光が出ますね。ブラックライトみたいな。で、床にある、パーライトを、LED のパーライトをここ、この、レッド、グリーン、ブルーでやってました。で、上についてる LED のパーライト2つをここで。で、ここはレフトのパーライト、ライトのパーライト、センターのパーライト。この辺マスターとかですね。こんな感じで、ここでプリセットできるので、こういう風に使ってたんですけど、バラバラにまず動かすことができないんですね、調光。例えば 5P だったら 5P2 台分だけで、最低でも12チャンネル必要なんですね。5P は最低で6チャンネル使うので、6チャンネルモードを2つ、12チャンネル。これだけでも全く使えないですよね。これをどうにかするために、調光器を2台用意しようかと思ったんですが、ちょっとですね、今の時代はパソコンでですね、調光したりもするんですね。それもちょっと検討してたんですが、ちょっとなんせ未踏のですね、技術というか、まだ試したことも全くないので、ずっとどうしようか迷ってたんですね。
そしたらですね、最近僕が親しくしている、普段ですね親しくしているあの知人の方が、こういうの作ったからいるって言われて、前々からちょっと話があったんですけど、最近ちょっといただいてですね、これなんですね。これただのタッパに見えますが、僕がこれタッパに入れただけなんですけど、こういう感じ。はい、これね、片方が USB、 片方が、キヤノンのメスになってますね。これは何かというと、パソコンから DMX の信号を、キヤノンで送るためのインターフェースですね。だからこれから、照明につながるわけです。で、まあわからない人には何のこっちゃなんですが、 DMX っていうのは照明を操作するための統一規格で、LED 照明なんかは今は全部 DMX の規格で、操作されていることが多いです。で、 DMX の信号が送れるということは、パソコンのソフトウェアを探さないといけないんですね。どういうものがいいか、これね、ほんとこの基板だけ、基板中身だけもらったので100均でね買ってきて、ここくり抜いて作ったんですけど、まあとりあえずここがね触れなければいいやと、外気にっていうか埃とかにね。で、元ネタも教えてもらったんですけど、元ネタは、これですね、これですね。これは下のコメント欄に貼っておきますね。これ簡単に自作できるみたいです。で、一応サイトは10ドルで作れるインターフェースとなってて、買うとですね、意外と、何千円かするので、ちょっと知識のある人は作っちゃった方が早いかもしれないですね。で、僕はこれだけいただいたので、まず、ソフトウェアの前にですね、つなぐためのドライバーが必要なんですね。ドライバーつってもこうネジ止めるドライバーじゃないですよ。まあ、ちょっとそこら辺は割愛しますね。わかる人を対象にちょっと話すということで、ドライバーはですね、すぐ見つかりました。これね、エンテックの USB のドライバーと一緒らしいので、これですね。と一緒なので、これのドライバーを使えばいいんじゃないかと思って、ダウンロードしました。で、ドライバーをインストールしたら無事繋がりましたね。ドライバーもここのコメント欄に貼っておきますね。はい。で、これで無事繋がったわけで、次はソフトウェアですね。まあ、ソフトウェア選びが難航しました。それはなんでかというと、まずですね、一番有名なフリースタイラーっていうソフトがあるんですけど、それを使うと、まずに、うまく照明が動かないわけですよ。はい、これです。エンテックオープン DMX。これですね。で、USB DMX インターフェース。これで OK なはずですね。で、セーブ。で、まず何もないですよね。まずこの、今使ってる、LED を登録しないといけないんですが、まあちょっと一つだけやってみましょう。はい、これです。Add Remove Fixtures。で、ここから灯体を選ぶんですが、先ほど言った灯体、まず、これですね、アメリカン DJ、カオス?はい。まずアメリカン DJ を選んで、次に、これ行ってみましょう。5P-Hex。これ使ってます。うちで。これを1台登録します。はい。で、これが登録されたわけですけど、照明をいじるには、こことここ、この2つですね。これまずオープンにします。オープンにして、これを上げていくわけですが、ここを上げていきますね。まず赤。順調に上がってますよね。ここで一回切れるんですね。155で。で、ここでまたつきます。また消える。つく。これスムーズに上がっていかないんですよ。これなんでかなと思っていろいろ検索したらですね、どうも、ここのコントロールパネルとですね、言語、表示言語、形式。はい、ここの形式を英語に。これですね。英語にして、
さらにキーボード、あ、管理ですね。管理のシステムロケール変更を英語にしないとスムーズに上がっていかないと。ちょっと今はこれ再起動必要なのでやめときますが、スムーズに上がっていかない、これは使えないわけですね。だけどあそこを英語にしちゃうと使えるので、どうしてもフリースタイラー使いたい人はあそこやってみてください。はいはい。で他にもですね、いろいろソフト試したんですよ。まあなんせ日本のね紹介ページがないんですよ全然。フリーソフトで DMX を使おうという試みがあまりですねなさすぎてですね、まあとりあえず DMX、USB インターフェース、フリーソフトでたくさん探したんですよ。そしたらですね、結構いいソフトいろいろあったんですけど、結果ですね、ほとんどがさっきの言語設定のとこで英語に変えないといけなかったりとか、あとはちょっと使いづらかったりするようなものばっかりだったんですね。でこれ普段使うパソコンなので、あそこ英語設定にすると、今まで使ってるアプリの、表示がバグったりですね、文字化けしたりとかですねしちゃうんで、どうも使いづらいと。どうにか方法はないかとか、パソコン2台用意するかとか思ってたんですけど、一つついに見つけました。素晴らしいソフトを見つけましたね。はい、次はですね、そのアプリの紹介をしていきたいなと思います。そもそもですね、なぜパソコンの DMX ソフトにすればいい、したいかというとですね、かなりですねチャンネルをたくさん使えるんですね。無限とまでは言いませんが、かなりの数のチャンネルを使えます。それでですね、ムービング、ライト、 LED ライト、ムービングの照明ですね、バーッと動いたりする、ぐる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 首が動くような、ああいうのもちょっと試しに入れてみたいので、まあちょっと趣味ですよね、完全うちの店にそんなのは必要ないんですが、ちょっと趣味として入れたいので、そういうものはチャンネルをかなり多く使うので、あのフェーダーで首を振ったりするわけですね。もっとすごい使いやすいパソコンのソフトウェアをずっと探して、ようやく何日もかけて見つけました。次はそのパソコンのソフトを紹介したいなと思います。まああまり興味ない内容かもしれませんが、ちょっとでも興味ある人は次回も見てください。クロスロードラボでした。バイバイ。